アズイーム・ウッタウラは南インドのカルナータカ大主。本名はアブドゥル・アリーハーンという。1801年7月15日、カルナータカ大主であるオジウムダトゥル・マラーガに突如として急死し、老いのアズイーム・ウッタウラが大主位を継承した。オジウムダトゥル・マラーはその知性の間に、イギリスから第四次マイソール戦争への内通を疑われ続け、その死があまりにも急だったため、 イギリスに暗殺されたのではないかと囁かれていた。彼の死を機に、イギリスはこの問題に決着をつけようとした。カーナティック条約を締結するアズイーム・ウッウラ、同年7月26日、イギリスはアズイーム・ウッウラの継承を認めたが、同時にカーナティック条約を締結させた。この条約では、カルナータカ大衆はその全権と全領土をイギリスに異せねばならず、 これにより大使はイギリス保護家の年金受給者となった。アズイーム・ウタウラは以上した領土の5分の1から得られる歳入という莫大な年金で暮らし、1819年8月2日に死亡した。ありがとうございます。